喜びも悲しみも、育歳月は、1957年に松竹が制作、公開した木下圭介監督の映画作品である。海の安全を守るため、日本各地の変地に点在する東大を点々と、しながら厳しい駐在生活を送る、東大主夫婦の戦前から戦後に至る25年間を描いた、長編ドラマである。1956年に、 雑誌掲載された福島県、塩谷崎東大町、田中伊佐の妻、清野手記から題材を得て、木下監督自身が脚本を執筆した。全編にわたり、カラー映像で撮影され、単なる、ホームドラマの枠を超えて、日本各地の美しく厳しい風景を滑車した、大作で、公開当時大ヒット作となり、同年の芸術最小を受賞した。若山明の歌唱による、 同名主題歌の、喜びも悲しみも、幾歳月も、大ヒットし、後世でも過去の著名なヒット曲として、しばしば紹介されている。観音崎、お前崎、あのり崎、野シャップ岬、三原山、五島列島、瀬戸内海の男木島、メニ島など全国で、ロケーション撮影を観光し、ロードムービーの一種としても楽しめる作品である。後年、三度にわたり、 テレビドラマ化されたほか、1986年には、木下監督自身により、時代の変化を加味したリメイク版、新、喜びも悲しみも、いく歳月も映画化されている。ファーストシーンに登場した観音崎灯台舞台の、一つ、あのり崎灯台劇中の地図に出てきた、灯台1932年、新婚早々の灯台、守る、有沢史郎と、妻、有沢清子は、 四郎の勤務先の観音崎灯台で暮らし始める。北海道の石狩灯台で、雪の幸太郎の二人の子を授かり、九州の五島列島の先の女島灯台では、夫婦別居も経験する。その後、はじき崎灯台で、日米開戦を迎え、戦争で多くの同僚を失うなど苦しい時期もあったが、後輩の夏と夏の,の妻、雅子に励まされながら、勤務を続ける。 また、空襲を逃れて、東京から疎開してきた一家と親しくなるなど、新たな出会いもあった。戦後、男木島東大勤務の時、息子の幸太郎が不良との喧嘩で視察される。しかし、そうした悲しみを乗り越えた先には、喜びも待っていた。午前崎東大の大長として赴任する途中、戦時中に知り合った。 疎開一家の長男、慎吾と娘の雪ノとの結婚話がまとまったのだ。午前崎東台から白と清子の二人は、東台の明かりを灯して、新婚の雪ノと慎吾が、エジプトの回路に向かうために乗り込んだ船を見守る。遠ざかる船を見ながら、白と清子は、娘を立派に育て上げて本当によかった。東台職員を続けていて本当によかったと、感慨深く涙ぐむのだった。 1965年4月6日から9月28日、TBS 系列の木下圭介劇場で放送。全26回。キャスト有沢や、観論崎東大石狩東大女島東大男、木島東大段崎東大安城崎、東大尾前崎東大有沢家関係者その他スタッフ1972年7月10日から8月25日。 TBS 系列の花王愛の劇場枠で放送。全35回。キャストスタッフ1976年9月28日から1977年1月4日。日本テレビ系列、火曜劇場枠で放送。全15回。キャストスタッフ、キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011138ページ。ありがとうございます。